本日は連休の真ん中にお忙しい中お運びいただきまして誠にありがとうございます。9月21日パワーシフトシンポジウム、どうなるの電力小売全面自由化、自然エネルギー電力会社の直面する現状と課題、開会させていただきます。2016年4月1日から始まります電力小売の全面自由化、あと半年と迫っています。私たちも含め一般市民の関心事として一つ、じゃあ自然エネルギーの電力会社、自然エネルギーを供給する会社は選べるのかというのがあると思います。自然エネルギーを中心とした新しい電力会社というのも続々と立ち上がって、この電力小売全面自由化に向けて準備をしています。私たちこのパワーシフトキャンペーンは、今年の1月に、ここでシンポジウムを開催しまして、その後、運営委員会の準備をしてきまして、今年の3月からキックオフしています。原発や化石燃料の電気を使いたくない、そして自然エネルギーの電力会社に乗り換えたいという、市民や、消費者、私たちがじゃあ実際にどのように、その電力会社を選んでいけるのか、乗り換えていけるのか、そしてそれを促進していこうという目的でこのパワーシフトキャンペーンをやっております。で、3月にキックオフしてですね、チラシを作って、アースデーだとか、日比谷公園のイベントなどでチラシを配ってきました。そしてですね、今年の、4月末、5月から7月にかけて、そのような準備中の自然エネルギー供給を目指す電力会社の、ヒアリングをしてきました。電話でヒアリングしたところ、お話を聞いたところ、合わせて10社以上、15社ぐらいのところに、現在状況を聞いているんですけれども、その中からですね、自然エネルギーを中心とした供給を目指すという会社がいくつか見えてきています。そうした会社について、9月19日に、パワーシフトキャンペーンのウェブサイトにインタビュー情報を掲載しました。このプログラムの裏面にありますプレスリリースがそれで、その案内で、現在5社の情報を、アップしています。こちらもぜひお家に帰ってお読みいただけたらと思います。で、現在5社なんですけれども、この他にもいくつか、掲載すべきだと考えているところがありますので、掲載していきたいと考えています。それから、最終的に自然エネルギーの供給を目指すんだけれども、最初はガスを中心としているだとか、そういった会社も多数ありました。そういう会社については、状況を見ながら自然エネルギーの割合が、少し増えてきたなという段階でですね、またキャンペーン運営委員会の方で協議して、そういったところも紹介していきたいと考えています。このようにですね、じゃあ私たちがどのようなところを選べるかということを、紹介して、実際に切り替えを促すということを目的としています。今日のシンポジウムではですね、この5社のうち4社の方々に登壇いただきまして、直接お話をしていただくという機会として設定しております。この本日のキャンペーンで、シンポジウムですね、パワーシフトキャンペーンと e シフトの主催でお送りいたします。私は司会をさせていただきます、 FOE ジャパンの吉田明子と申します。よろしくお願いいたします。それでは最初に、小売全面自由化と再生可能エネルギー、消費者の選択権はどうなるのかということで、高橋博さんから、ご講演をいただきたいと思います。鶴文化大学社会学科教授、高橋博さんです。よろしくお願いいたします。鶴文化大学の高橋と申します。どうぞよろしくお願いします。1分前に気づいたんですけど、間違ってますね。よく間違えられます。カルチャーではなくてですね、ソーシャルサイエンス、文化学科の科なんですけれども、私今年の3月までは富士通総研というところでエネルギー政策の研究をしてまいりました。で、4月から大学に移りまして、大学では地方自治を担当しておりますけれども、まさに今地方自治地域かける、エネルギーといったようなことが問われる時代に入ってきているのではないかと
を考えておりまして、本日もですね、まさにその地域あるいは市民の方がどう再生可能エネルギーあるいは電力の事業というものを支えていけるのかというお題のシンポジウムにお招きいただきましたけどもすいませんね、ありがとうございます。で、ですね、はい、言っていただいて、今日は小売全面自由化×再生可能エネルギー、これって、操作これできないんですよね。あ、できるんですね。あ、すいません、失礼しました。はい、ということですので、まず、4つほど今日は話に分かれてるんですけれども、皆さん、来年の4月からですね、電力会社を選べるようになりますと。これも、先ほど午前中議論してたら、とても離れられなかったって言ってる方も、いらっしゃいましたけれども、とうとう来年の4月からですね、電力会社を選べると。いうことになります。でその小売全面自由化とは何かという話からまず入りたいと思います。で、かけるですね、再生可能エネルギー、皆さん当然今日いらっしゃっている方は再生可能エネルギーにご関心のある方が多いと思っています。ではその再生可能エネルギーと小売事業というのはどういうふうな関係にあるのか、皆さん再生可能エネルギーの電気を買いたいと思う方もいらっしゃると思うんですけども、それは果たして可能なのか。でドイツではですね、98年から小売の全面自由化がされてますので、一つはドイツではどうなっているのかというお話を次にすると。で、じゃあ3つ目ですね、ちょっと難しい言葉が並んでますが、日本ではどうなるのか、今非常にですね、かなりいろいろと課題が顕在化しています。今日この後お話をいただく会社の方々もですね、なかなか難しいんだ、そんな簡単じゃないんだ、どうしたらいいんだろうという声が多いんじゃないかと思いますが、その中から回避可能原価、それから電源表示、この2つの問題をですね取り上げてみたいと思います。で最後、じゃあ今後どうなっていくんでしょうかというふうにまとめるという話でですね、30分今日お話をいたします。でまずその小売全面自由化とは何ぞやというところからです。小売事業、原理は非常に簡単です。皆さん今でもですね、スーパーに行っていろいろな野菜とか食品を買われている、電気も同じじゃないかというようなイメージを持っていただければと思います。要するに小売事業者というものが今後ボコ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 、今もすでにたくさん生まれているんですが、生まれてきます。コンビニで、食品を買ってもいいし、スーパーでコンビニで買ってもいいと、あるいは、ガソリンスタンドに行って、ガソリン買ったり灯油を買ったりしている、別にどこのガソリンスタンドに行っても構わないですよね。少しでも安いところから買う、あるいはすごい近いから買う、そこのその店舗のですね、親父と仲がいいからあそこから買うとかですね、いろんな理由があると思います。電気も同じです。下の方に大口需要か小口需要かっていうふうに書いてありますけれども、小売事業者、小売屋さんを介して電気を買うということです。じゃあ小売屋さんはどこから電気を仕入れてくるのか、大きく3つ考えられます。自分のところでですね、発電までしていますというところ、一番左側ですね。で他社、この場合は主として、自家発が多いんですけれども、工場とかで自家発電所を持っていて、電気が当然余る時がありますよねという時に、そこの自家発電の工場からですね、買い付けてくるっていう方もあるわけです。で3つ目が聞き慣れないかもしれませんが、実は電力には取引市場があります。築地に行って魚を買うのと同じような感じで、マーケットが実は日本でも2005年から存在していて、そのマーケットから電気を仕入れてくるということも可能なわけです。ところが小売事業者というのは送配電網を持っていません。そうですね、スーパーさんが商品を仕入れてくるときに、例えばヤマト運輸とかですね、日本通運と提携といいますか、日本通運のトラックを使って、仕入れてくる、そんなイメージですね。送配電網自体は持ってません。で送配電網というのはもうすでにあって、それは電力会社が所有していますので、電力会社の送配電網を借りるというのが基本となります。でそのネットワークを使ってですね、大口の需要家、工場とかオフィスとかですね、あるいは小口の場合はご家庭、皆さんのご家庭のところまで、配電網がつながっていますので、その配電網を通して、小売事業者から電気を買えると。ちょっとまだピンときてないかもしれませんけれども、電力会社がこれまでは発電も送電も小売も全部やってきた
やってきてくれた中でですね、小売部分だけを取り出して、別の会社からも買うことができると、そういうふうになるというのが小売事業です。でそのマーケットはどうなっているのかっていうのがこちらのグラフでありまして、これは消費電力量です。皆さん一般家庭ではですね、だいたい1月、まあ、300キロワットアワーとか400キロワットアワーとか、大体4、5人の家族だとそれぐらい使っているんじゃないかと思うんですが、日本全体でそれを積み上げると、一番左側ですね、1万億、要するに1兆キロワットアワー、これ大体まあ日本の電力消費の総量になります。1兆キロワットアワーという量の電気を1年間で消費しているわけです。で、電灯とか電力とかいろいろ書いてありますけれども、これはどういう需要家がいるんですかという区分でして、まあ、簡単に言うと電灯っていう赤いところが一般家庭 でその上の方に行けば行くほど、まあ、大きな組織になっていくと、まあ、小さな工場とか大きな工場とか小さなビル、大きなビルとかですね、いうふうに、まあ、増えていくと、大きく規模が大きくなっていくというふうに見ていただければいいと思うんですが、ここで見ていただきたいのは総量です。一番上のところに下線を引いて書いてあります。8900とか9300とか書いてありますけども、この2011年のところでちょっと減ってる、ガクッと減ったっていうのがこれ分かると思います。これは当然震災があった年ですね。2011年度の電力需要っていうのは大きく減った、大きく減ったというのも減らされたわけですね。皆さん東京に住んでる方であれば節電させられたと思います。あるいはそのあれですね、まあ、計画停電というのもありましたよね。で見ていただきたいのはその後なんですよね、まあ、12年とかは関西とかでも節電運動キャンペーンすごいやりましたけども、2013、14ってのはもうほとんど皆さんなんか無理な節電した覚えがないんじゃないかと思うんですが、ずっと減ってきているということがお分かりかと思います。この間大体ですね、2012年、この朝は結構暑かったわけですが、と比べれば 6% から 8% ぐらい、これ全国平均で減ってますので、東京電力管内だと 10% 以上消費量が減ってきています。要するに、もちろん小売全面自由化って話もすごい期待しているわけなんですが、マーケットとしては決して今後ガンガン増えていくような市場ではない。これはまず参入される事業者の立場からするとしっかりと認識しておく必要があるのかなというふうに思います。で次にですね、小売全面自由化って言ってるわけなんですけども、全面っていう場合には実は部分的にはもう自由化してるんですという事実があります。2000年から小売電力事業市場というのは徐々に自由化をされてきて、これ2010年断面で書いてますけども、まあ、現在も同じなんですが、おおむねですね、需要全体の6割はもうすでに自由化されてます。要するに大きなビルですとか工場の方は電力会社以外からもですね、いわゆる新電力からも電気を買えますと、こういうマーケットが6割で、下の方ですね、規制部門低圧需要化って書いてます。これほとんど家庭です。4割のマーケットは要するに一般家庭は残念ながらまだ皆さん選べないと、したがって今この赤と青が6対4になってますけども、2016年4月からは全部赤になると、全部開かれると、これが全面自由化と言われるゆえんなわけです。じゃあその自由化した結果ですね、大口の方ですよ、新電力さんが入ってきてですね、新規参入競争が起きてきてるのかなと思われると思うんですが、残念ながらその真ん中のところですね、その新電力の売り上げのっていうのはシェアっていうのは 2% でしかない。全部1兆億キロワットアワーあるって言いましたけれども、そのうち200億しか売ってませんので、2% しか新電力は占めていないと。で、その新電力のみをですね、取り上げたのが、この右側の円グラフなわけなんですが、皆さんご存知ですかね、エネットという会社ですとか、F パワーとかですね、JX 日光日赤、これは、まあ、あのガソリンスタンドで有名な会社ですよね、丸紅、まあ、商社なんですよね、等々ですね、そういう会社が実は大口顧客向けにすでに小売事業を行っていると。で、まあ、実は半分がエネットで、エネットってのは東京ガス、大阪ガス、NTT ファシリティスの子会社なんですけども、まあ、合計しても200億でしかないですよと。これ2010年であって、この後震災が起きましたので新電力伸びたんですが、
現状282、なので 1.4 倍ということで、まあ、かなり増えてはいるんですが、なんせ全体が1兆ですので、まあ、簡単に言えば 2.8% ぐらいのシェアしか今でもないと。したがって、今回その部分自由化が全面自由化になるわけなんですが、その部分自由化の段階でもですね、ほとんど競争が起きていないというのが現状です。で、今 2% しか2010年でシェアないよって言ったわけなんですが、還元すれば残りの 98% は各地域のいわゆる電力会社、一般電気事業者がシェアを占めていると。 98% はですね、電力会社さんが地域に供給してきた。これは自由化部門を含めてということですね。小売部門はもちろん 100% 電力会社が供給しているわけですが、自由化部門も含めても 98% に至ると。さらに言えばですね、電力間競争、すなわち大口自由化部門では、例えば東京電力が名古屋に行ってですね、トヨタ自動車に電気を売るだとか、中部電力が関西に行ってパナソニックの工場に電気を売るってことができるわけなんですけれども、まあ、ほとんどその事例がなかった。まあ、越境販売とか言いますけども、電力会社が他の地域の電力会社のマーケットを侵すことはほとんどなかった。まあ、震災後ですね、今これも増えてきていまして、電力会社間の競争も期待できるという、まあ、雰囲気が出てつつあるわけなんですけれども、残念ながら現状としてはですね、なかなかまあ競争が起きていない中で、作者の方の家庭にも今及びますよということになるわけです。じゃあ皆さんですね、消費者の方々として、何を基準に、まあ、電力会社、小売の会社を選ぶんでしょうかということが今後重要になってくるわけです。でこれは左が NHO さんで、右側が東京都政協連さんが取られた、まあ、消費者アンケートですね、から引っ張ったものなんですけれども、ちょっと完全に項目はついになってませんけれども、やっぱり電気料金、まあ、それは大事ですよねと。それは家計を預かる主婦としては電気料金いくら使ったとは大事ですよねと。特に震災以降2割ぐらい上がっている地域がほとんどですので、電気料金というのはもちろん大事ですよねと。まあ、あるいは今後ですね、料金メニューをいろいろと比較したりだとか、電力会社を比較するということになりますので、まあ、それが分かりやすいかどうかとかですね、そういうことも大事ですよね。料金メニューも大事ですよねと。まあ、現状もなくはないんですけれども、昼間にうちはほとんど誰も家にいないんですと、夜間は結構電気使うんですとかですね、いろいろとこう消費パターンがあるわけですから、料金メニューの多様化もこう大事だろうと。まあ、あるいは再生可能エネルギーですね、を電源としてですね、たくさん調達してますか、たくさん使ってますかっていうような話ですとか、どこの企業ですかと、地元に密着した企業ですかと、まあ、いったようなことも当然なるだろうということですね。で、政協組合の方は、まあ、ややその目が肥えたというか、一般消費者とは違うのかもしれませんが、当然料金というのはやっぱり大事ですよねということもありますけれども、まあ、このあたりですね、電源がどうなっているんですかと、原子力発電使っているんですか使ってないんですかとか、まあ、再生可能エネルギー取り扱ってくれてますよねと、まあ、いったようなこともですね、当然重視されていると。したがって、まあ、これまでは、まあ、例えば私が関西に引っ越せば何も迷わずにですね、関西電力を選んでいた、それに疑いがなかったわけですけれども、まあ、今後は皆さん、まあ、引っ越ししなくてもですよ、来年の4月の時点で選べるようになりますので、どの電力会社から買いたいのか、どういう電力会社を選びたいのかということをですね、一生懸命考えるということが問われているんじゃないかということを申し上げておきたいと思います。で、とはいえど、それはまあ雲をつかむような話であって、ドイツではどうなっているのかということを次に見てまいりたいと思います。先ほど申しました通り、ドイツは1998年に小売全面自由化が行われました。ですので、98年以降はですね、自由に消費者が電力会社を選べるという状況になっています。で、まさにその翌年99年ですね、まさに今日この後いらっしゃるような、再生可能エネルギーを売りたいんだ。っていう小売の会社が誕生しました。そのうちの一つがですね、グリーンピースエナジー、これ1年前に私ヒアリングに行ってまいりましたけれども、ハンブルクにある会社です。名前の通りグリーンピースというですね、 NPO を、まあ、母体として生まれた新電力です。で、特徴はと言いますとですね、再生可能エネルギー 100% ですと。
小売りですから、どっかから電気を調達してこなければいけないわけなんですけれども、この会社はですね、まあ、今日の取材になるフィット電源、コテック買取で、買い取られている電気ではなくて、そもそも再生可能エネルギー固定価格買取制度の外からですね、再エネを買い取ってきています。すなわちドイツと陸続きのオーストリア、オーストリアは山国ですので水力発電が非常に豊富です。でそこの水力発電をですね、買い取ってきています。 91.5% をそこの水力で賄っていると。で残りの 8.5% をですね、ドイツ国内の風力で賄っていると。で直接これはフィットではなくて直接買い付けていますので、当然完全に再エネ 100% だということを彼らは、まあ、誇りといいますか PR をしているわけです。で、まあ、今日も政教のグループ関係の方がたくさんご登壇されますけれども、このグリーンピースエナジーも共同組合方式をとっています。組合員のですね出資によってこの会社の、まあ、経営基盤というのがこう賄われていて、経営状況が書いてありますね。売上1億140億円ぐらいですか、1億ユーロでちゃんとまあ利益もこう出してますよと。で電気料金一番下にこれ書いてありますけれども、これはどういうぐらいの価格かというとですね、ドイツの一般的な平均的な電気料金、ご家庭の電気料金よりも2割ぐらい高い料金で、先ほどのドイツ再エネ 100% の電気を売っているということです。皆さんどうですかね、再エネ 100% だって言われた時にいくらまで高ければ電力会社よりも払ってもいいかっていうことはなかなか考え方が違うと思うんですけれども、まあ、この会社はうちはドイツ再エネ 100% ですと、フィットの支援も受けてませんということを、まあ、売りにすることによってですね、まあ、平均的な家庭の電気料金よりも2割高くてもそれなりに業績を伸ばしてですね頑張ってきていると、まあ、こういう、まあ、会社といいますか協同組合が例えば一つドイツにはありますよねということです。じゃあ次にですね、どうやって選べばいいんだと、まあ、たまたまグリーンピースエナジーっていうのはそういう会社かもしれないけども、なかなか消費者としてですねその選択を選んでいくっていうのは大変なわけであって、情報が重要になります。でここにですね書いてあるのがベリーボックス、一番左の端ですね、ベリーボックスというこれインターネット上のサイトです。なので皆さん誰でもアクセスできるわけですが、日本で言えば価格コムみたいなサイトだと思ってください。ここが小売事業をしているわけではなくて情報を提供しているインターネット上のサービスサイトがあります。で、これ残念ながらですねドイツ語なんですね。英語のサイトがないんですね。だってドイツでのその小売の話なので、まあドイツ語できない人がアクセスすることはないだろうということだと思うんです。なので私もよく分かりません、よく読めないんですけれども、いろいろと調べた結果ですね、そのサイトに行って、自分が住んでいるところの郵便番号ですね、要するに地域を特定する必要がありますから、ベルリンならベルリンの郵便番号を入れて、例えば4人家族っていうのを設定してポンと押すとですね、こうずら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 っとこうその地域で選べる電力会社がリストされます。ここにですね見えますか、123って書いてありますよね。これずらーっとですね400いくつまで、つながってました。で400つっても同じ会社が異なる料金メニューを出している場合もあるので、まあ、実際は半数以下だと思います。でも100社以上は選べるはずです。100社以上の異なる小売の会社から選ぶことができるんですよ。この会社 BEV っていう会社だとかエクストラエナギーっていう会社だとかプリオストロームっていう会社だとか、それぞれですね特徴が違うので選べますよと。でももうちょっと詳しく知りたいなと、まあ、ここにこのオレンジのこれ、まあ、ボタンがありますよね。でこれをクリックすると次にですね各小売会社のサイトに、ここですね電気料金ですね、ここは電気料金で相当してあります。これは年間の電気料金でおおむね1000ユーロということになってますので、14万円ぐらいですか、だから月に直すと1万円強ということなわけなんですが、これ、4人家族かなで計算してますけども、でこれ一番安いのが、まあ、1000ユーロを切ってるところでしたけれども、一番高いところだと1600ユーロぐらいでした。ですので、まあ、1.6 倍ぐらいの格差はあると。1倍、1.6倍、その中で、まあ、どれを選ぶんですかということが問われているわけです。でこのオレンジの部分を押すと各会社のサイトの方に飛びます。これエーオンというドイツ最大に東京電力よりも大きな
電力会社、ドイツの最大の電力会社のより、まあ、詳しい情報のサイトに飛ぶわけです。ちょっと小さくて読みにくいですけれども、このあたりにですね、電気料金がこれ書いてるわけです。キロワットアワーあたりいくらですか、月の基本料金はいくらですかってことがこれ書いてあるわけです。さらにですね、ここですね、これ、読み方わかんないんですけども、これボーナスって書いてあるんですよね。これはなんか新規に契約をした時に、まあ、もらえるボーナスと、携帯電話スマホとかもですね、乗り換えたらなんか報奨金とか出るじゃないですか。多分そういう感覚だと思うんですけども、新規乗り換えてくれたら195ユーロ差し上げますと言ったような、これサービス、まあボーナスもですねやってるわけですね。で、ここが重要だと思うんですけども、今日はこれは電源構成です。どういう電源でこのエオンという会社は電気を調達してるんですかということが、まあ、円グラフでこれ示してるわけですね。で、この灰色のところがこれ分かりますかね、発音は分からないですけども、コールって書いてますね。これ石炭なわけですね。で、これリジェネラティブと書いてますね。これ再生可能エネルギー、ただしこれ、分かりますかね、 AEGA って書いてあるんですね。これ再生可能エネルギーの固定価格買取を経ている再エネだっていうこれ意味ですね。で、これニュークレアって書いてますね。発音は分かんないですよ。これ原子力 22.8% だってことですね。エオンは原子力発電所持ってますので、原子力の電気もこれ入ってますよと。で、さらにこちらですね、はい、CO2 エミッションって書いてあるの分かります？これ小さいんですけれども、 CO2 どれぐらいこう排出してますか。あとこれラディオアクティバルなんとかかんとか、これ放射性廃棄物の量ってことだそうなんですね。何グラムパーキロワットアワーと。なので、これは消費者保護の法律のによってですね、これだけの情報を開示してくださいということがドイツでは義務付けられています。当然皆さんが食品とかを買うときにですね、原材料を見ますよね。あれと同じような感覚で、この電気が、この会社の電気がどういう構成で調達されているんですか、どういうものを例えば排出をしているんですかといったようなことがですね、表記するようにということが、まあ、義務付けられているということです。で、まあ、今のエーオンですね、それからさっきのグリーンピースエナジー、あるいは他にもですね、再エネを専門とするような会社がありまして、これはその3つをこう取り上げた、まあ、比較のスライドを作ってこれ見たわけなんですけれども、電気料金も当然少しずつ、こちらが単価ですね、こちらが月の、まあ、基本料金ですね、電気料金も当然違いますし、 CO2 の排出量とか放射性廃棄物の排出量とか、そういうところも違うと、電源構成も違うと。グリーンピースエナジーは、まあ、90% 以上水力で、あとはまあ風力とかで賄ってますよだとか、この真ん中の会社も再生可能エネルギーで、賄ってますよ、ただしその固定価格買取で、まあ、賄った再エネ 32.5 ってところですね、とあとそれ以外の、まあ、再エネっていうところと分かれてますよとかですね、まあ、そういう情報が提供されて、消費者が電力会社、小売会社を選ぶということができるようになっているわけです。で、ドイツの状況をまとめておきますとですね、まあ、こんな感じなのかなと。まず再エネ電力、まあ、これをですね、価値としてですね売り出したい、消費者に、この価値をですね訴求したいということが、まあ、今日のテーマなわけなんですが、ドイツはその固定価格買取、要するにフィット電源というものと非フィット、先ほどのグリーンピースエナジーみたいに直接買い付けてますよというものと分けて、表示をすることになっています。で、当然ですね、固定価格買取を経ていない非フィット電源というものは消費者の賦課金というものが入っていませんので、高い価格で買い取らざるを得ないということになるわけです。先ほどのグリーンピースエナジーの電気料金がちょっと高いよと申し上げましたけれども、当然ドイツでもそういうふうになるということです。で、エコ電力といったような、まあ、PR ができるのは原則として非フィード電源であるというのがドイツの仕組みになっています。で、他方電源の表示については、先ほど申し上げました通り消費者保護法の観点から表示が義務付けられていると。で、基本的には前年度の実績でもって数値を出すわけなんですけれども、再生可能エネルギーが何パーセント、その中でも非フィットとフィットの電源が何パーセント、あるいは原子力が何パーセント、ガスが何パーセントといったような形でですね、数字を公表すると
いうことが、まあ、義務付けられていると。で、それ以外にもですね、二酸化炭素の排出量とかも表示しないといけないというふうになっているわけです。で、ここで価格改定制度、これちょっと今日はあまり細かく時間もないのでやりませんでしたけども、若干申し上げておくと、日本は小売事業者、まあ、この後出てこられる方々ですね、にですね、買い取り義務が課されています。で、買い取ってフィット電源としてそれを売るということができるようになっているわけなんですけども、ドイツでは送電会社が買い取るというような仕組みになっています。で、送電会社っていうのは送電しかやらない会社です。発電とか小売りはしない、やってはいけないという会社ですので、彼らはそれを先ほどの卸電力取引市場、スポット市場にそのまま横流しをします。売るということです。卸売りしますので、そのスポット市場、卸電力取引市場で値がついた価格を、まあ、市場から買い戻すと、払い戻してもらうというような仕組みになっています。で、まあ、それ以外にですね、送電会社が買い取ることが、まあ、基本なんですけども、日本と同じように発電事業者が直接小売事業者に売るということも選択できるようになっています。今後これがちょっと義務化されていくっていう話にこれなってるんですけれども、若干ですね、公定価格買取制度そのものが日本ともう違うところもあるということも、ちょっと頭の片隅に置いていただければと思います。で、次にですね、じゃあ日本の状況どうなっているんだということで、やや、まあ、テクニカルになりますけれども、この管理可能原価と電源表示のお話を説明したいと思います。まあ、先ほどから固定価格買取、固定価格買取というふうに申し上げておりますけれども、もう一度おさらいをしておきたいと思います。一番左側が再エネの発電事業者、まあ、今日ここに来ておらっしゃる、いらっしゃる方々の中でもですね、関連会社、親会社が発電を事業しているというところもありますし、まあ、あるいは例えば、まあ、京セラとかですね、あるいはソフトバンクですとか、そういう大きな会社もですね、今どん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 再エネの発電所に投資をしていると。それは固定価格買取制度があるからなんですよと。どういう制度かと言いますと、まず電気をですね、発電したら売るわけです。で、先ほど申し上げた通り、日本は小売事業者に買取義務がありますので、この買った電気をですね、必ず買う義務があるわけですね。で、小売の方っていうのは当然電気を売ってるわけですから、調達した電気をですね、それをどっかに売ると、消費者にですね、直接小売をするということもありますし、スポット市場に対して売るっていうこともあるわけです。で、この緑の矢印っていうのが電気の流れなわけなんですけども、小売の事業者は電気をこう流してる、売ってるっていうことは当然、売価を得られるわけですね。電気を売ったわけだから、その対価として売価を得ることができるわけです。ところが固定価格買取ですから、最初に電気を買った段階で、小売事業者は固定価格を支払っています。例えば今便宜的に30円だとしましょう。何でもいいんです、ただ太陽光でもいいですけれども、30円をこれ固定価格です。20年間固定価格、小売事業者は発電事業者に支払っていますので、10円売ってですね、収入を得ただけだと大赤字になってしまうわけですね。普通の電気だと、まあ、この価格に見合うような価格、電気だけを仕入れてくるわけですが、再エネっていうのは現在でも発電コストが高いので、30円で買うということが法律で義務付けられています。ですので、10円回収するだけだと赤字になってしまうわけですね。そこで皆さんが大変協力をしているわけですよ。電力会社から来ている料金明細を見ていただければ、固定価格買取の付加金というものが明記されていると思います。まあ、この場合であれば、20円、キロワットアワーあたり20円を消費者の皆さんが負担しているから、合計30円になるわけですね。要するに小売事業者っていうのは、20円の付加金をもらうことによってプラスマイナスゼロというような仕組みになっているわけです。皆さんが再生可能エネルギーを増やすために、固定価格買取制度を通じてですね、お金を負担していますので、小売事業者から見ればプラマイゼロと、特に損もしなければ得もしないよと。逆に言えば、そのような価格で、この回避可能原価っていうのを計算して設定する必要があるということです。実際に売るときっていうのは、いくらで売るかっていうのは小売事業者は自由です。ですので、高く売れば、まあ、ちょっと下世話な言葉ですけども、高く売れば儲かるし、安くしか売れなければ損をするということになってしまいます。これは別に再エネ以外でも同じです。
なので結果的にですよ、この回避可能原価っていうのはこれぐらいの価格だよね、これぐらいの価格で売れるはずだよねっていうことを、まあ、公的に計算してあげるわけなんですが、その引き算が付加金になるということですので、この10円に対して、小売事業者は高く売れるのか安く売れるのかということが事業として成り立つ時の、まあ、ポイントになるわけです。で、このようなまあ、性格を持った再生可能エネルギーの電力なんですが、実はですね、これまで新規の参入者、新規の小売参入者から見れば、実は非常にですね、ありがたい電源だという側面があります。一つはもちろんですね、再生可能エネルギーの電気を売りたいからだ、そういうですね、志を持った今日の企業さんもそうですけれども、まあ、企業にとってみれば当然再エネを仕入れたいと、再エネを売りたいと、グリーンだエコだってことを訴求したいわけですから、我々はこれだけ世の中のためになることをやってるんですという志を実現するためには、当然、再生可能エネルギーの電気を調達したい、それでうちは専門にやっていきたいと思ってらっしゃると。じゃあそれって本当にどこまで、そういう訴求ができるんですかということが一つ課題になるわけです。で、二つ目としてはですね、純粋にその小売事業としてみると、先ほどまあ競争が起きてないと申し上げましたけれども、そもそも電源がなかなか調達できないという別の問題があるわけです。それはもともと電力会社が日本にある、ね、発電所の7割ぐらいを持っていますので、なかなか簡単に電源を調達できないと。ところが再エネっていうのは2012年から固定価格改定制度ができて、近年新しく動き出した発電所が非常に多いと。で、しかも電力会社以外の会社が開発したところが多いので、まあ、比較的新電力としては新しく調達しやすい電源だったということもあったわけです。ですので皆さん一生懸命努力をしてですね、そういう再エネの電気っていうのを調達してきたと。で、3つ目はですね、実はこれまで低コストで仕入れられる電気だったという側面もあります。先ほどですね、ここで回避可能原価っていうのを計算して、付加金が決まるんだよっていうお話をしましたけども、これまでの決め方というのはですね、火力の燃料費相当ということで計算をしてきました。これを、まあ、便宜的にですね、回避可能原価というふうに見なしてきたんですけれども、まあ、一般的に言えばですね、比較的こう、まあ、安めといいますか、低コストで電源を調達することができたという側面がありました。で、先ほど言ったようになるべく安い価格で調達した方が、まあ、事業の面からすると非常にありがたいという側面がありましたので、まあ、そういう観点からもですね、そういう、まあ、こういうことの方々以外もですね、普通のもっと大手の新電力も一生懸命再エネ電源を買い付けてきたという側面がありました。ところがですね、今その制度変更がなされようとしていて、ちょっと安すぎたんじゃないですかと、あるいは固定してしまっていいんでしょうかねと。市場価格ってのは本来変動するものなんだから、先ほどの卸電力取引市場、そこでの取引価格と連動するようにした方がいいんではないかといったような議論がなされています。で、今その説明をしますとですね、まずその回避可能原価の方の話ですね、卸電力取引市場、これ毎日ですね、1時間単位で電力の取引がこれ行われています。それは当然1日の中でも変動しますし、日によっても取引価格っていうのは変動します。株価が変動するのと同じような感じです。で、この価格が固定回避可能原価に適用されるようになると、小売事業者から見ると大きく2つの問題が生じると思われます。まず1つは、その原価の値そのものが上がるんじゃないですか。さっきの仕入れコストが上がっちゃうとですね、小売の事業者から見ると困るわけです。少しでも安く売りたいのに仕入れ値が上がるってことは安く売れないじゃないか、事業がうまく成り立たないじゃないかっていう問題がこれ生じてくるわけです。で、これはですね、どうかというと実際には分かりません。市場価格ですので、日によって、月によって、年によって、まあ、上がるかもしれないし、下がるかもしれないと。まあ、なんともやってみないと分からないという側面が正直あります。ただ、まあ、直近の価格だけを見てみるとですね、まあ、それほど、まあ、電力会社の発電原価とは乖離してないんじゃないかといったような数字もありますけれども、この買取価格っていうのをですね、どうするのか。例えば小売事業者から見ると、発電事業者と契約をするわけですから、その時にどうするのかといったようなことっていうのは非常に大きな問題となるかもしれません。
でもう一個は、まあ、上がる下がるではなくて、その平均的に上がるか下がるかじゃなくて、そもそも変動されると困るっていう話もあるわけですね。いくらで買い付けられますよっていうのが定まっているっていうのは、これは安全安心なわけですね、事業の上から言うと。しかしながら変動されると困るという問題もこれあるわけなんですけれども、まあ、卸電力取引市場というのはもともとそういうものなんですけれども、日本は先ほど言った通りまだまだマーケットが小さいので、まあ、ちょっとしたですね、変化によってもですね、価格変動が生じやすい、あるいは海外なんかでは先物取引というものの市場がこれあるわけなんですが、なかなかまあそういうものがないというようなこともあります。したがって、やっぱり激変緩和というのはこれは必要だろうと。急に制度を変えるって言われてもそれはなかなか対応できないよねと。なので例えば2020年ぐらいまでは現行の制度を維持すべきじゃないかといったら議論がされています。あるいは、まあ、こういう問題ですね、ちゃんと自由化ってものが進展するかどうかっていうことも一つ重要なことになってくると思います。でもう一つは電源表示の先ほどの問題です。でこれもまだはっきりとは決まってないんですけれども、そもそも再エネ電源というものを表示してはいけないなんていうような議論もあったんですけども、まあ、どうやら先ほどのドイツの円グラフのようなぐらいのレベルでは表示は義務化する方向で議論が今されていると。ただし FIT を通して支援を受けている電源とそれ以外の電源は分けた方がいいんではないかといったようなこともこう言われているわけです。でそうなってくるとですね、再エネ価値のところをですね、フィット電源であればですね、そもそも皆さんが固定価格買取で付加金を負担していますから、グリーンとかクリーンとか言うっていうのはおかしいと。皆さんがその価値っていうのを負担しているわけですから、特定の小売電気事業者がそれを、まあ、生み出したものではないということで、グリーンとかクリーンっていうことを PR で使ってはいけないということがほぼ決まっています。他方で、どこどこで、作りました、例えば福島県の再エネ発電所で作りましたといったようなことはいいんではないかといったようなことがこれ議論をされています。まあ、いずれにしてもこの回避可能原価をどうするのか、仕入れですね、それから電源表示どこまで許されるのかということが大きな今ポイントになっています。で最後、じゃあ今後どうなっていくんでしょうかということをちょっとまとめてみました。で今ですね、実は再エネ化をめぐるその環境全体がですね、極めて不透明になっているという問題があります。すなわち今年の7月に電源ミックスの議論が行われまして定まりましてですね、2030年をめどにした目標値として太陽光が 7%、 風力が 1.8%、 再エネ水力含めて 22-24% という数値が決まりました。これ原子力が 20-22% ということで大変話題になったわけなんですけども、まあ、原子力はともかく再エネの割合としてですね、国際的に見るとこれ極めて低い水準です。もうドイツとかスペインは今もう原子力で実現しているような数値ですので、極めて低いと。でさらに再生可能エネルギーの買取制度自体をですね、ちょっと大きく抑制していこうと、上限を設けていこうといったような方向になってきていますので、発電の方のビジネス、再エネの発電ビジネス自体が今かなりですね、ブレーキをかけるモードにこれ入ってきているわけです。他方で、まあ、自由化は政府はやっていきますよとこう言っていて、卸電力取引所も今は小さいんだけども、もっと大きくしていきましょうだとか、今日本に存在しない先物市場、リスクヘッジをする市場を作っていきましょうだとか、まあ、そういうことはやっています。さらにですね、改革全体としては、発送電分離を2020年までにするだとか、広域運用をするための期間、これはもう今年の4月にできました。まあ、そういうこともやっていると。なので、まあ、再エネとか小売事業にとってみて、プラスの要素もないわけではないけれども、発電分野ですとか、全体的に見るとですね、極めて不透明になってきていると。ということで、まあ、かなりこの後の皆さんはですね、今非常に頭を抱えて悩んでらっしゃる状況なわけなんですが、これ最後のページです。じゃあどうなっていくんでしょうか。まず1番ですね、今のところフィット電源がですね、やっぱり電気としては安いので、それを主力にやらざるを得ない、全くそれは理解できます、そうさざるを得ないとは思いますが、今後どんどん買取価格が下がっていきますので、ドイツがもうすでにそうなっているようにですね、ぜひですね、非フィット電源、固定価格買取を経ない電源をいかに調達していくのかということを、まあ、考えていくざるを得ないんじゃないか、これが1つ目です。で2つ目がですね、地域性ですよね。
もちろん再エネかどうかっていうのは極めて重要なんですけれども、なかなかフィット電源は PR しづらいという状況がありますので、地域に根ざしたところですね、あるいは地域にこれだけ還元してます、貢献してますといったようなところをいかに PR できるのかってこともこれに重要なのかなと。で3つ目ですけれども、なかなか固定価格買取制度の中でこういう志のあるですね、再エネ事業者、再エネ小売さんを支援するというのは難しい仕組みになっています。基本的にはプラスマイナスニュートラルという考え方ですので、ですのでそれ以外の支援策というものをなんとか獲得してくるということを考えられたらどうか。例えば自治体ですよね、地域ベースの会社がこういうところは多いと思いますので、自治体と連携をする。例えば自治体にはですね、水力発電を持っているところが結構あります。240万キロワットぐらい日本には県が持っている水力発電というのがあるわけなんですが、これまで安くですね、電力会社さんに相対で売ってたんですよね。そういうですね、安い、まあ、ある意味非フィットの電源というのが一応世の中にはあるわけですので、まあ、なかなかさっきもお話で調達するの難しいんですよとおっしゃってましたけれども、まあ、そういうところをですね、地道に働きかけて地域に、まあ、貢献する会社としてですね、得ていくということですね。で4点目がやはりですね、この釈迦に説法だと思いますけども、小売事業っていうのはこれは自由化部門、競争部門ですから、当然事業として持続可能でなければ、当然志もなかなか生かしていくことができないということですので、そういう事業としてですね、いかにいい効率性を高めるかということもぜひ頑張ってやっていただきたいと。でその際にはですね、ドイツをこの前も言ってきましたけれども、熱電平給ですね、電力の小売だけで終わってしまう事業ではなくて熱供給もする。でそうなってくると、例えば木質バイオマスで、コジェネ熱電平給をしてですね、地域に熱も供給するし電気も供給すると、これ極めて地域性が高い事業になってきます。さらに熱も含めればですね、採算性が乗れるだとか、熱も供給することによってより地域の人々から支持を得るといったようなこともこれ可能になってきます。まあ、なかなかそうは言ってもっていう側面もあるわけなんですけれども、まあ、ドイツでは比較的ですね、再エネ小売だとか地域に根ざした会社が活躍をしていますので、まあ、日本はようやく今夜明けから出ようとしているところですので、まあ、この後出てくるですね、事業者の方々の努力を期待したいと思っています。以上、ご清聴ありがとうございます。はい、高橋さんどうもありがとうございました。まあ、私たちですね、再エネの電力会社、このパワーシフトキャンペーンで再エネを扱う電力会社という時に、この、FIT 固定価格買取制度の、再エネと、それから固定価格買取制度外の再エネと、今のところ、まあ、両方を合わせていっています。で、まあ、しかしですね、この FIT の再エネというのは環境価値をみんなで負担しているから、特段にこれは環境にいいと言えない、といった、まあ、制度上の制限なども、あるということです。しかし、まあ、一方でこの非 FIT の FIT の外の再エネを増やして、まあ、いけたら、まあ、いいんですけれども、そちらは現状、高い、非常に、まあ、コストがかかると。で、まあ、それが下がってくるのに、まあ、5年ぐらいかかるのではないかというような状況にあるということでした。ちょっとここでですね、ご質問、クラリフィケーション、確認しておきたいことなどありましたら、2、3受け付け。東京大学生産技術研究所の今中です。ご発表本当にありがとうございました。ドイツとの1点確認したいことは、そのドイツで再エネ事業者が一定の競争力を確保する上で、一方で大手電力に、温室効果ガスの排出量規制があって、CO2 を出しちゃいけませんよと、火力発電所を減らさなきゃいけませんよと、排出したら負担ですよっていう枠がはまってるから、まだ一定のこう再エネ事業への、インセンティブが働きやすい面もあるかなと思うんですけれど、そのあたりの、固定価格買取とその温室効果ガス排出制約の関係、規制の関係と今日の小売りの話をどういうふうに見ればいいか、サジェッションいただければと思います。数値で見ると、大手の電力会社、ドイツにも4つ4社あるんですけども、ドイツの大手の電力会社、4大電力会社はですね、再エネをほとんど開発していません。
彼らの電源構成、ドイツ全体では再生可能エネルギーの割合というのは今電力の 30% 近くになっています。日本はまだ水力除いて 3% ぐらい、水力含めて 12% ぐらいというところなんですが、ドイツ全体では 30% を超えているんですけれども、大手電力会社4社を見てみると大体 1% とか 2% ぐらいしか開発をしていません。ですので CO2 の問題っていうのは少なくとも大手電力会社に関して言えばですよ、あまり効いていないというふうに考えます。もともと大手の電力会社というのは原子力ですとか石炭火力ですとか、そういう大規模な発電所に極めて、強い競争力を持っているというところもが非常に強いので、当然そういう事業をですね、続けていきたいと、実際これまでも続けてきたと。でその結果、再生可能エネルギーにはあまり投資をしてこなかったという側面がありますので、ご質問に答えるという意味では、あまりその CO2 の制約というものは大手電力会社にとってですね、再エネに投資するという方向には働いてこなかったというふうに言えると思います。今までですね、高橋さん のご講演は何度か聞いてきたことあったんですけれども、その中で電力自由化っていうのにはですね、 FIT フィットですね、これはもう欠かさざる一つの何というか制度だというような感じで私受け取ってたんですけれども、今回フィットとフィット電源とあと非フィット電源ということでですね、これからの何というか補正というのは非フィット電源というような感じでちょっと受け取ったんですけれども、それちょっとよく分かんなくなった。フィット電源というのは、結局電力事業者を特定でから買うことはできる、小売りで買うことはできるけれども、その中身は分からないということなんですか？この問題は非常に難しいんですけれども、そもそも電力というもの自体が皆さんの家庭に来るときっていうのは混ざってるわけです。皆さんが高いお金を払って、例えばその低農薬の無農薬の野菜を買いましたという時には、本当にそのズルをしなければですよ、無農薬の野菜がお家まで来るわけですよね。電気っていうのは送電網で全部混ざってしまいますので、たとえ誰からどのような電源を購入しようが、結局は均一に混ざった電気が残念ながらコンセントの向こうから送られてきてしまうという材の特質があります。ですので、本質的にちょっと申し訳ないんですけども、本質的に再エネを本当の意味で 100% の電気を売るってことは、自家発電、発電所をその家の敷地内に建てて 100% それで直接給電すれば別ですけれども、そういうことでもしない限りは本当の意味での生の意味での 100% の再エネは得られないと、まずこれをご理解いただきたいんですよね。ということはどちみち混ざってくる電気しか買えないんだけれども、形式的にですよ、そういう再生可能エネルギーを進行しようと、特に頑張って投資しよう、あるいは調達しようとしているような電力会社、ここに来ているような会社に対して、どこまでそういう価値を消費者が感じるのか、あるいは供給側から見るとそういう価値を感じてもらえるような仕組みにできるのかっていうことが問われているわけです。で、そう考えた場合には、ドイツなんかの場合には固定価格買取を経た電気っていうのはなかなか混ざってしまうので、それよりもむしろ非フィット電源でやり取りしようっていうのが一つ大きな柱になっているということです。ただ先ほどご説明があったように日本ではまだまだその固定価格っていうもののとですね、市場価格っていうものが大きく乖離していますので、同じようなことを日本で今すぐしようというのはなかなかこれ難しいという現状があります。そういう中で、こういうですね、再エネ小売さんが何ができるのか、何をしたらいいのか、逆に消費者から見るとどうしてくれれば、じゃあお金を払おうと応援しようという気持ちになってもらえるのか、そこは問われているということです。ちょっと難しいですどうぞ。今グリーン、その非フィット電源の場合には、の会社の場合には、これはい、送電網は共通したものを使ってるんですね。非フィット電源でも混ざった電気しか来ないっていうのは残念ながらその通りです。そうなんですね。その通りです。難しいですね。わかりました。ありがとう。青山学院大学4年の岩沢と申します。2点質問があるんですけれども、
まず1点目、今のと関連するんですが、こう電力会社が選べるっていうふうになった場合に、その距離が遠い会社でももちろん選べるようになると思うんですけど、その時に、まあ、実際わざわざはるばる遠くから送電するっていうわけにもいかない、そうするとやっぱり送電ロスっていうのがかかると思うんですけども、そういった形にどういった形でその供給電力を供給するのかっていうのが1点目の質問と、2点目に関してはその電力料金っていうのは、その実際に自由化後果たして上がっていくのか下がっていくのかっていうところが、じゃあ高橋さんのご意見をお伺いできればと、はい、思います。はい、例えば東京に住んでいる方が北海道電力の電気を買いたいんだというふうに思っていらっしゃる方がいたとしますけれども、それは北海道電力が小売事業に参入するんであれば可能です。でじゃあ北海道電力はどうしているのかというと、おそらくそれをすると、北海道電力は小売に参入するとはまだ発表しないと私は思いますけれども、その場合大体ですね、関東圏でどこか先ほどの自家発と契約をするはずです。自家発と契約をするか、あるいは卸電力取引所から仕入れてくるか、あるいは自社のですね、例えば石炭火力を新しく作るか、まあこの3つのうち、まあ、3つ全部するかもしれませんし、2つぐらいかもしれませんが、そうして供給力を用意することによって、関東地方で参入すると考えるのが一般的です。技術的にはもちろん関西で、北海道で発電した電気を送るということもこれは可能ですけれども、一般的に考えれば関東圏内でそういう電源を確保してからでないと、なかなか小売に参入するということはないと思います。これは他の新電力だっても同じことです。何らかの形で電源をの目処をつけてから、その地域の小売に参入するということです。で、2つ目の質問ですね、これ私よく質問されるんですけども、答えは1つで上がると思います。これ皆さんと思われるかもしれませんが、残念ながら今の日本は今後5年10年ぐらいの間は電気料金が上がる要因が極めて多いわけです。一つには消費税です。ドイツは今消費税が 20% かかっています。日本は今 8% で、再来年ですか、 10% に上がることが決まっています。これだけでも 2% 上がります。それから2つ目が今話している固定価格買取の付加金です。今はまだ電気料金の 5% ぐらいだったかな、ぐらいしかかかってませんけれども、これは年々こう積み上がっていきます。20年間積み上がっていきますので、まあ私の試算では、まあ、15% から 20% ぐらいまでは上がる恐れがあると思っています。これで当然上がっていくということが予想されます。もう一つは原子力です。まあ、今原子力についてはいろいろな議論があるわけなんですけども、まあ、とりあえず再稼働してですね、今後も使っていくという方向にこれなっています。で、これにはいろんなコストが乗っています。まあ、原子力安いんだっていう方が未だにいらっしゃいますけれども、原子力事業を続けていくっていうことは電気料金に対して上がる方向だと私は思っています。まあ、こういう要因が山ほど控えていますので、なかなか簡単に競争をしたからといってですね、この上がる要因を全てこう帳消しにして、さらに下がるぐらいまで競争が働くとは私は残念ながら思っていません。そこまで楽観的ではないので、競争要因は働くだろうけれども、他社合計するとですね、なかなか下がらないだろうと。だからこそ皆さんが賢くですね、まあ、小売の会社を選んでいくということが重要だと思っています。はい、高橋さんありがとうございます。じゃあありがとうございました。ですね、疑問に思う点あるかと思いますけれども、後半のディスカッションでですね、高橋さんの前に出ていただきまして、ちょっと続き議論を深めていければと思います。それではここからですね、具体的に電力会社の方々から、まあ、これから今どのような事業を準備していて、2016年の、いつから、まあ、どのような形で販売、まあ、すでに高圧の供給をしているところもありますけれども、小売の販売を、予定して、していくのかといったところを話していただきます。パワーシフトキャンペーンのメンバーでですね、ヒアリングに行った際にですね、まあ、このような厳しい状況の中でも、まあ、再生可能エネルギー、地産地消の再生可能エネルギーの供給を目指して非常に、まあ、日々奮闘されているという話を聞きまして、ぜひこれを多くの方々にシェアしたいということで、この今日の場を設けました。
最初はですね、愛知県清須市から来てくださいました、ヌパワーの中山隆弘社長。愛知県清須市から来ました、株式会社ヌパワーの中山と申します。よろしくお願いいたします。現在弊社の方は愛知県の清須市にあって、高圧の以上の、お客様を、販売してるんですが、東北電力管内、東京電力、あと中部電力、関西電力、そして九州電力管内の、高圧以上のお客様に、電力の販売をさせてもらっております。現在では、先ほど言ってたフィットの電源を中心にして販売させてもらっております。電源構成からいきますと、大体フィット電源が3分の1、あと市場から3分の1で、残りが、足らない時のための、電力さんからの、方からいただくのが3分の1ぐらいかなと、ざっくりと言えばこんな形です。で、弊社の方も、そんなに大きな会社ではありませんので、たくさん、電気を売ってるわけではありません。ただ、今後その一般の家庭にも販売していくにあたって、フィットもそうですけども、非フィットの方も、弊社としては集めていきたいと思っております。ただ、非常に苦労している理由は、弊社がそんなにメジャーな企業ではないので、我々の方に売っていただけるところが、結構少ないですね。ですから、自社で、小さいものをたくさん作っていこうという作戦で、増やしていっております。例えて言うのであれば、今九州の方では、自社で地熱発電の開発をしておりまして、大体ほぼほぼ、完成しております。非常に小さい、電源ではあるんですが、皆さんっていうか、その温泉旅館をやってらっしゃる方たちにも気軽に買えるような価格で販売していく。で、販売していきながら、電源の方は我々が、売っていきたいなという作戦だったりとかを、細々と、しております。あとは、地域の、自治体と組んで、一部のところでは今、取り組んでやらさせてもらっておりますけども、そういうの形で、一般の家庭まで、電気を、販売していきたいなと思っております。で、先ほども高くなると電気代がおっしゃってたんですけども、我々からすると、できるだけ安くしていきたいなという願いを込めて、今後は、やっていきたいなと思っております。最終的な目的とすると、再エネ 100% でこの日本全国を、やるための、我々がきっかけになればいいかなと思っております。こんな形で進めていこうかなと思っております。今は東北電力、東電、中電、関電、九電なんですけど、もちろん中国電力、四国電力、北海道電力の方も、少しずつですけども、参入していこうかなというふうに思っております。ヌパワーさんは2012年に事業を開始されて、今高圧をやってらっしゃるんですよね。で、自治体などの供給もされているということで、ちょっと現在の事業の様子も。自治体の方は、愛知県では、岐阜県の自治体、岐阜県と岐阜市と、あと、そうですね、愛知県内も、いくつかの自治体に販売しております。東京電力管内では、埼玉県の方に2つぐらいの自治体に供給させてもらってたりとか、あとは関電管内も、2つほど自治体の方に販売しております。で、九州電力管内は
そうですね、4つぐらいか5つぐらいの自治体に販売しております。まあ、ほとんどあの入札とかで、競争させていただいて、手に入れたというか、販売させてもらっているという流れです。はい、それで、はい、パワーシフトのページからですね、 Nパワーさん、まあ、あの今日の4社さんとそれから中野重電力さんの、インタビュー、記事をあの掲載しています。ぜひそちらお読みいただいて、まあ、それから各社 の情報へのリンクも貼っていますので、ご覧いただけたらと思います。じゃあ後ほどパネルディスカッションでまたよろしくお願いします。続きましてエナジーグリーン、竹村秀明さんお願いいたします。今日はあの、市民運動家ではなく事業者としてやってまいりました。さっき、北海道から電気買えるのかとかですね、それからそのビット の, その電気についてのですね、いろんなあの質問がありましたけれども、送電線もつながってませんね。送電線もこれがプール電気のプールだっていう考え方と、それから電気を買うっていうのは、電気を供給している発電所とですね、それからその皆さんとの間に小売業者が立つんですけど、その原理は玉突きだというふうに思っていただくといいかと思います。よく送電線の送電ロスだとかですね、そういうことをその言われる方がいらっしゃるんですけど、ロス関係ないんで、100入れたら100こっちで取るだけですから、お金をその100分のお金をどこに払うかで、電気そのものが混ざっちゃってるという、まあ、高橋さんの説明がまさにその通りなんですけど、同時に電気に違いがないので、原子力の電気も太陽の電気ももう電気同じです。だからどこ切り取っても同じものなので、あっちから100入れたらこっちから100取るって、それで基本的には問題がないで、そういうことについて今日は詳しくは話ができないので、ちょっといろいろチラシがあるんですけど、これは29日に、東京ボランティア市民活動センターで、やりますっていう、そういう話が、チラシとして配られています。それから、26日には世田谷の烏山というところで、その話をします。それから24日にはですね、これはどこだっけ、ウィメンズプラザか、そこでその、話をします。結構この電力自由化の話をあちこちでやってますので、もう少し詳しく知りたい方は聞いていただけるといいかなというふうに思います。それで、今日はですね、エナジーグリーンのですね、まあ、コマーシャルということでやってまいりましたけれども、まあ、こういうふうに、電気といってもですね、いろんな電気がやります。もちろん電気は均質なんでみんな一緒なんですけど、誰が作ってるか、何から作られているか、でこれが大事だということで、珠玉のリゾートのような、電気というのを売りたいということで、これは気持ちですね。でそれはどういう電気だろうかということで、もちろん、再生可能エネルギーの電気、まあ、100% の電気、それから市民地域のエネルギーということで、各地域で地域の資源を生かして地域の人が作っている、そういうその電気をですね、都市の私たちが使うとかですね、そういうあるいは地域の人自身が使うとか、そういう使い方をしたい。でもう一つは大事なことは透明性ということで、これを確保したいというふうに思っています。でしかしながら、いろんな問題があって、30分同時同量とか、それから、フィットの場合ですね、お金をですね皆さんから集めて、それをその、上納機関に、出さなければいけないんですけど、でそれからその差額ですね、発電所には高いフィット価格で払うんですけど、差額が返ってくるんですが、それが返ってくるのは3ヶ月後なので、その間ですね、大変なお金をですね、先払いしなきゃいけないという、これよほどお金を持ってないとできないという、そういう問題があります。それから発電所がもう根本的にですね、少ないんですという、そういう問題ですね。それプラス、あちこちで話をしているのは、高橋さんがまさに言われた電源表示の問題、それから回避可能費用の問題、それから今日まだあまり、
話題になってないですけど、とにかく託送料金が特に家庭用に関しては高い、まあ、9円から10円ぐらい、そういう値段取られますから、電気代の半分ぐらいは、託送料金だという、そういうその問題があります。そこら辺を、回避しなければいけないんですけども、ざっとその、仕入れ価格はこのぐらいですというのを入れてみるとこんな感じになります。で、今まで10円だったんですけど、仕入れ価格が、2014年の、これ市場価格ですね、いわゆる会費管理費用に当たるもの、それがだいたい15円ぐらいだったので15円入れました。まあ、5円高くなっています。で、託送料金がまあ9円、で他はまあいろいろありまして、31.5 円という数字になってますから、まあエナジーグリーンが、低圧でですね、皆さんに売る電気はですね、もうざっくりですね、まあ、何が起こるかわからないので、もうちょっとプラスしなきゃいけないので、35円ですっていうふうに言っております。で、35円でも、私は買うぞという方、手を挙げてください。かなりいますね。あ、そうでもないか。1割ぐらいかな。っていう感じですね。だから、今現状はそういう感じです。で、その中で、まあ、電気を売っていこうというふうに頑張っているわけですけど、まあ、できたら、今の少しでもですね、安くするというチャレンジを、ここでね、なんかいろいろ上の方にあるやつをですね、会社経費とかですね、バックアップの費用とかですね、ここら辺はたくさん扱えば減っていくわけですね。そういう形で、少なくしながら、安い電気にしていきたいというふうには思いますけれども。で、低圧と高圧とありまして、まあ、高圧の電気も使おうというふうに思ってますが、中心はその低圧の電気ということで、やっていきたい。ただここにも書いてありますように、バックアップですね、常時バックアップ、それから、取引所からですね、万が一こうやっぱり買ってこなきゃいけないとかですね、そういう場合には電源こだわるわけにいかないので、 100% 再生可能エネルギーの電気っていうのは正直言って難しいんですよって、今の送電線の仕組み上、それは皆さんご理解くださいということを、ちょっと書いております。で、これがその、まあ、じゃあエナジーグリーンがこれから電気を供給していこうという上で考えていることをですね、で今日まあ N パワーさんもですね、村上さんもですね、それから生活クラブさんも皆さんもすでに事業として始められてるんですけども、エナジーグリーンはまだ口だけです。実際にまだ売れておりません。で、一応こう書いてあります、N 社というまだ言えないんですけど、一応かなり、200億ぐらいのそういう売り上げを起こっている、そういう会社と事業提携をして、電気を売ろうと。で、そこがさらに契約をしているバランシング、バックアップ会社、そこのバランシンググループの中に入って、それで供給していこうと。まあ、ちょっとだから、供給的には安定してるんじゃないかなというふうに思いますが、ただここには、天然ガスはつながってるし、電力取引市場もつながってるし、バックアップも使えますよ、そういうことですから、さっき言いましたように、コロナ禍で 100% を、供給していくのは大変難しい。で、左にある、バイオマスの発電所とか太陽光の発電所とか、エナジーグリーンはそういうところと契約しますので、そこの電気を皆さんに、供給するという形で、まあ、なんとか整えていきたいというふうに思っているというのが現在です。で、まあ、エナジーグリーンはこれまで、グリーン電力証書というのを取り扱ってきまして、そこの証書の価値を提供しているバイオマスの大きな発電所とかあります。で、そういうその発電所を、まあ、年間で売ってる方もですね、小売の方もですね、1000万キロワットアワーとかですね、そういう量を出している結構大きな発電所なので、そういうところの電気を、まあ、私たちの方で使えないかという、そういうお話を今しているところです。で、最後の方になりますが、これがその一応予定ということで、現在から、まあ、大体11月ぐらいまでにですね、はい、高圧ユーザーとの、まあ、営業ですね、それから発電所との話を固めていきたい。で、さっきの N 社との正式な業務提携を11月ぐらいに、行って、それから低圧の小売の営業ということになるかと思います。で、来年の4月もしくはまあ6月ぐらいに、小売、低圧の小売が開始できるんじゃないかというふうに思っています。以上かな。あ、まあ、これここまでで一応私の話は終わっておきます。どうもありがとうございました。はい、竹村さん、ありがとうございます。
続きまして、宇那上の大地、鈴木松夫さんお願いいたします。皆さんこんにちは、宇那上の大地の鈴木と申します。パワーポイントの方はございませんので、お手元の方にですね、本日の配布資料としまして、パルシステム東京のエネルギー政策電気も産直というこのパンフレットとですね、あとは株式会社宇那上の大地という白い会社案内、こちらの2部の方をお手元にちょっと出していただけたらというふうに思います。宇那上の大地と言いましても皆さんあまり馴染みがないかなというふうに思いますので、その辺からちょっとお話ししていこうかなと思うんですけれども、まず弊社の方はですね、パルシステム東京の子会社、パルシステム東京というのは東京で展開している生協でして、パンフレットにあるこの牛のトラックで配達している生協ですので、組合員で、いらっしゃる方もこの中にはおられるかと思いますけれども、実際にその、街中をですね、この牛の絵の描いたトラックで配達している生協が親会社になります。で、そのパンフレットの中にですね、広げていただきますと、パルシステム東京というのが脱原発ですとか、あとはまあ温暖化の防止というところに取り組んでまして、でエネルギー政策の方を策定しているんですけれども、それと、合わせてですね、もともとその販売している商品なんかもですね、産直ということで産地の顔が見える商品、野菜などを販売しております。で電気の方もですね、そういった、ストーリー性のあるというか、どこで発電されてどういった経緯があって、作られたものであるとか、そういったもので顔が見えるところから仕入れているというような形で、電気の方も、進めていきたいというところで、商品も産直、電気も産直ということで進めていくという方向で、進めてきております。で、ではなんで宇那上の大地の方が新電力事業を今展開しているのかといいますと、生協法の兼ね合いなどもありまして、パルシステム東京本体としては、新電力事業の方を展開するにあたってちょっと制約がありまして、それで、子会社が宇那上の大地というのがありましたので、そちらの方に新電力事業の方部門の方を設立して、今に至っているという形です。で、宇那上の大地というこの会社の名前なんですけれども、千葉県にですね、銚子という、一番その、突き出したところがあるんですけれども、そこの、南ですね、地図でいうと下ぐらいのところに旭市というところがあるんですけれども、今は旭市ですけれども、市町村合併の際、旭市になりまして、その前は、宇那上町と、海の上と書いて宇那上町という、町があったんですけれども、そこにある、野菜などをやっている、このパンフレットをご覧いただいて中開きのところに産直事業というふうに書いてあるんですけれども、農業部門のところでいろいろとパルシステム東京とですね、連携して事業を展開してきていた子会社のになります。でそこに、今回2013年の4月から事業の方を展開しましたので、その時点でその新電力事業の方もですね、加えて展開してきているという形です。で、パルシステム東京のですね、パンフレットの一番後ろのところを見ていただきたいんですけれども、一番上のところに食べ物も産直、電気も産直と先ほど申し上げたところが書いてあるんですけれども、パルシステム東京はですね、生産者と組合員が産地訪問などを通して顔の見える関係でお付き合いをしてきましたということで、そういった、産地とのつながりが実を結んだという形で、昨年2014年の11月にですね、山形県にあるお米の産地の農業用水を利用した小水力発電からの、電気の取引も始めております。こういったですね、発電所からの、電気を産直電気というふうに呼んでですね、こういったところにも普及にも力を入れていきたいというふうに考えております。で今現在ですね、高圧の、事業所の供給だけしか自由化されてないといった紹介もありましたけれども、我々のところはですね、その中でも、
パルシステムグループの配送センターですね、あとはまあ工場などに供給をしております。でこのパンフレットができた時点では2014年の11月現在というところで書いてありますので、ここのところは多少古い情報になりますけれども、今現時点ではですね、35拠点に電力の方を供給しているという形です。であとはその電源構成の方につきましてもですね、山形県、あとは栃木県、あとは埼玉県、などの、発電所からですね電気の方を仕入れているという形です。で電源の方もだいたい今、4000キロワットということで4メガほどありまして、供給の方もだいたい 3.5 から 4メガぐらいの規模で展開しているという形です。で、先ほどヌパワーさんの方はですね、行政の方に供給しているというお話だったんですけれども、我々の方はまあグループ内で展開しているというところで、我々のような事業者をですね、需要化 PPS ということで呼んでおります。まあ、実際にその、対外的に販売しているわけではなくてですね、グループ内で、まあ、賄っているというか、そういった形での供給という形になっております。で今その、再エネ率などの、統一した算出方法っていうのが、まあ、ありませんので、独自にということで出しておりますけれども、初年度が約6割、昨年度が約8割ほどの再エネ率を、確保しているといったところになります。はい、紹介の方は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、こういった生協系の会社は組合になれば買えるということですね。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、同じく生協系の、生活クラブエナジー浜田雄志さんが、よろしくお願いします。株式会社生活クラブエナジーの浜田と言います。はい、ちょっとパワーポイントを用意しましたので、これに沿ってご説明ご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。生活クラブパルシステムさん同様に生協なんですけども、今から5年6年ぐらい前です。2009年頃からですね、私もともと生活クラブの神奈川の職員だったんですけども、生活クラブで電気のことを考えていこうという話が、ありました。もともと生活クラブ環境に関してはいろいろ取り組んできていて、石鹸の運動とかですね、脱原発の運動ももちろんそうですし、エネルギーの関係だとですね、調味料とかをですね瓶で配達してるんですけども、その瓶を、回収してということで、できるだけCO2 を出さない暮らしっていうことを推進していました。で、もう一歩踏み込んでということで、エネルギーを作っていこうということができないかということで、自分も含めてそんなことって思ったのが当時の記憶にあります。結果的に秋田県の秋田県にですね風車を一基建てることがありまして、本当に生活クラブの中で大きな議論になって、その最中に2011年3月中旬日があったということが、あります。で、まあ当時ですね、その風車はチャレンジの第一歩ということで、いずれその電気を、使って組合員の方たちが電気を受けて、選べるような社会になったらということを思い描きながら、進んできました。そんなことで、経てということで、それは生活クラブの、4大協の中の話なんですけども、2013年の12月に、生活クラブというのは北海道から、兵庫までですね、33の、地域の生協生活クラブがありまして、その、連合会ですねの理事会で、決定したのが、ここにある通りになります。食料エネルギーケアの自給圏づくりを進めることと、エネルギーの基本政策として脱原発エネルギー自給 CO2 削減ということに取り組むということと、3つ の、計画として、電気をですね作る使う減らすということで、省エネ再生可能エネルギーを作ること、グリーン電力を選択して使うということを、掲げました。
まあ、あとエネルギーの7原則ということで、7つの、項目を掲げております。一番はですね、まずは省エネを柱として、まず電気使う量を減らそうよということを一番にしています。こちらはですね、生活クラブエナジーの、設立理念ということで、こちらも、7点ほどですねあるんですけども、2番目のところで先ほど申し上げました、自分たちで使うエネルギーを選択し参加できる社会を作るということも盛り込んでおります。3番目のところではですね、この、まあ、電力事業生活クラブはまあ、いつも添加物のこととかも含めて、まずやってみてその中で課題を見つけて考えてどうすればいいかということを取り組んできていますので、そういった意味で、まあ、自ら、エネルギーのことに参加して取り組んでみて、共同購入運動につなげていって課題を、まあ、解決に向かおうじゃないかということを進めてきております。こちらはですね、概要ということで、去年の秋に、会社として設立しました。ですね、連合会は新宿に本店を構えてるんですけども、つらつら書いてるんですけども、会社としては数人程度でやっているまだ小さな会社です。だいたい電力供給計画としてはここにあるんですけども、だいたい 5メガぐらいですねの電気で、電源としては先ほど の秋田の風車や、首都圏の太陽光の発電、あとですね提携先のバイオマス発電所など含めて電気を供給しています。これがスキーム図で、来年度からの自由化に向けたということで、先ほどの電源含めてまたこれから、まあ、追加していくことも含めて、組合員の家庭へ電気を、2016年から、供給したいということです。時期的には今ですねまだ検討の真っ只中で、はっきりここでまだ申し上げられないんですけども、16年の早い段階でスタートしたいと考えております。これはですね電気って見えないので、配送センター側で、電気を供給していても、いつから切り替わったか、4月1日からですね高圧の事業所は電気を切り替えたんですけども、まあ、少しでも見えるかということで、この事業所は生活クラブの力で電気を受けていますということで、各センターに貼り出すようなポスターを作りました。まあ、各発電所がここから来てますよということで明示しております。で今そのプロジェクトをですね、4月に連合理事会のもとに、電気の共同購入を検討するプロジェクトというのを立ち上げて、検討しております。ですね、本当に課題がいっぱいあってですね、やることもあってですね、夜中に目が覚めたりもするんですけども、電力のメニューがまず一つと、まあ、事業計画を立てながらということと、じゃあ供給の方法をどうするのかとか、契約は申し込みはどうするのかとかですね、集金の方法などなどですね、もうどこが折り返し地点なんだろうと思うぐらいですね、問題がいっぱいありまして、あと一方で、まあ、省エネしたら、どうなんか還元できる仕組みはないかとかですね、例えば自然エネルギーの電源に応援できる基金をつけたらどうかとかいうことですね、そういったことをいろいろ考えています。で、先ほどもありましたように北海道から兵庫までそれぞれの地域地域で生活クラブがありますので、その全域で基本的には共同購入を計画したいということで、例えば一部先行実施して検証して全体取り組みするかとかですね、あとまあ電源表示を、ここについては実施しようということで、料金の明細書に掲載するとかですね、いうことを考えています。で、あと需給調整は一つの大きな、課題になっています。で、あとですね、組合員の、まあ、取り組み率どのぐらい参加するかっていうのがあるんですけども、まあ、とにかく各にも、莫大な量の自然エネルギー電源が必要になりますので、ここをどうするかとかですね、運転資金交付金含めて電気代を、毎月毎月回していく資金というのをこれをどう考えるかということで、準備を検討しています。あと一番下のところでいろいろ今日もお話ありましたけども、持続可能なため事業のためにですね、回避可能費用の市場の、ことや、フィット改定など制度課題についても、大きな課題として捉えております。これは現状 の発電所の一覧になっております。主にはその、風力発電と、あとは各センターの上にですね載せている太陽光発電が、自前の発電所ということになっています。
であとはですね、でまあ、電源開発、その先ほどの莫大な電気をどうするのっていうことなんですけども、そこはですね、あのこの間、あのまあ、定型の生産者、お米の生産者や、各野菜農産物等のですね、生産者と一緒にまあ考えて検討していきたいということで、いるということで、書いております。で、まあ、あと全国の市民出資によるですね、共同発電所と連携できないかとかですね、先ほどの基金のこともそこにつなげていけないかということで、この辺も総合的に計画を作っていきたいと考えております。で、まあ、そんなことで、あの生活クラブで、考えて取り組んでいくっていうことは、まあ、いろんな化石燃料の問題、原発の問題もあるし、温室効果の温暖化の問題もあるんですけども、まあ、もちろんそういったことが大事なことではあるんですけども、地域地域でですね、人が共同して事業を起こして、まあ、その利益を、その地域に還元する、豊かにしていくっていうことをベースに考えて、その中でのエネルギーのこと、まあ、やっぱり人のことっていうことを、トータルに考えていきたいということが、ありまして、その中でエネルギーを扱っていくっていうことを、まあ、最初の話に戻りますけども、考えていきたいということになっています。はい、以上になります。はい、ありがとうございます。これで4社紹介をいただきました。後半最後はですね、じゃあ、まあ、私たち、まあ、来年の4月もしくは、まあ、来年度中のその後になるかもしれませんけれども、こういった今紹介したような電力会社が、実際に小売りを始めることを予定しています。ぜひそれをですね、まあ、本当に、まあ、そこにたどり着くまで応援していって、まあ、供給が始まったらぜひ乗り換えたいと考えているんですけれども、まあ、そこに至るまでまだ半年、もしくは半年以上の間、まあ、どういうことが起こって何がハードルになっているのか、どのように応援できるか、といったことを考えていきたいと思います。まず最初にパワーシフトキャンペーンの紹介をしまして、続いて、ディスカッション、ここからはパワーシフトキャンペーンの、手塚智子さんからお願いしたいと思います。